はい、ということでどうもこんにちはコウジですということでですね本日もやっていきたいと思いますえーっと今日はね4月11日です外はねだいぶ晴れててなんかここ最近ねなんかちょっと2日間ぐらい寒かったんですけども今日はなんかあったかいですねただなんかねちょっとねじゃがいもがねあのー、僕ちょっと畑でねいろいろ野菜やってるんですけどもじゃがいもがねちょっと調子悪くてねなんか 寒さのせいかかかかななとと水やりすぎたかなとかね逆にやらなすぎたのかとかいろいろ考えてるんですけどちょっとね一夜にしてじゃがいもがちょっと変化しててなんかちょっと不思議だなというふうに思ってるんですけどもえそんな感じでえ先日ですねちょうど僕先日あれ昨日だっけな昨日おとといかな軽井沢行ってきたんですけども軽井沢ですねすごく限界態勢で。 機動隊がたたくさんいたんいですよでこれ気になってこなんだろうと思って浅間山でも噴火するのかなと思ってですね調べたら G7 会合ですね、えー、外務大臣のね、えー、会合が、まあ、16から18日の間にこうあるみたいでここで開催されるんですらしいんですよ。でまあそれをですねあのー あそうなんだと思って G7 って日本でやるんだなと思って一応調べてみたらですね、まあ、5月にも大阪の方でね開催するとあれ大阪だっけ広島だっけなごめんなさいちょっと場所忘れましたけどもまだね5月にも開催するらしいんですよでそこからですね現在の経済状況そして、えー、投資の神様と呼ばれてるねウォーレン・バフェットが日本の商社に対して まあ永遠に潰れないというふうに言ってですねまあ、投資の投資をねまた行ってるんですよ日本にねでさらにチャット GPT の創業者のですね、えー、CEO がですね日本に来て岸田さんと対談してるその中で日本に注目してると日本においてこれからそういった研究をしていきたいということでね日本に対して進出してくるっていうようなねそういった 胸も伝えられたということでこれはですね日本ねいよいよまあ,あそういう人たちがね一気に来たかなという感じがするんですよあのねこれはね言霊学で言われている内容でこれ自分がね思ってる内容ではないんですけども言霊学でね例えば古事記と言霊って僕が紹介してる本にも書かれてるんですけども最終的に まあ、スサノオの血を引いている方々がですね一気に日本にやってくるとやってきてまあ日本の高浜原であるね富士山とか、まあ、そういったところにねこう来るんだというなんか予言みたいなことがあるんですよ。でそれがですねいつなんだろうなと思ってずっと僕もこう見てるわけなんですけどもなんかね最近の動きってなんかそれに近いんじゃないかなというふうに思ってるんですよいろんな動き見てね。 でそのために今まで日本潰しみたいな,なんかそういうネガティブな印象をバーッと与えてまあ実際には、ね、株価が安くなったところでプロっていうのは買うし高くなったところで僕らはあ,あ上がっていくんだと思って捕まされて売られて、ね、暴落になるしみたいなねそういう感じでなるんですけどもだから今まで何かいろんなメディア通して僕もねそこに乗っかっちゃってましたけれども。 暴落暴落っていうふうに言ってきたことっていうのが、まあ、ミスリードだったんじゃないかなと。まあなんか前,あの前回もなんか訂正の動画出したんですけども暴落暴落って何年間か言ってきたんですけどもなんかね上に行きそうなんですよねって話をですね先日の動画でも僕やったんですけどもなんかねそういう感じなんですよ今。であのおかしいのはですねこれだけいろんな ネガティブなな材料ってあるじゃないですかコロナが世界的に蔓延しましまたそれでいろんな企業がねいろんな影響出てきました失業者も増えましたとかねウクライナとロシアが戦争しましたとかあとは銀行が破綻しましたとかねもう普通に考えて経済状況的にあのそ,それらのことが起こったら。 もう先行きないでしょって思えるような出来事が起こっているのにもかかわらず全然ね暴落しないんですよその一応その何て言うんですか多少のこの上げ下げありますけども下げがありますけれどもでも全然な何て言うのそのなもので,はないんですよねその前に手こ入れが入ったり新しく何らかしらの容認発言みたいなことがあって やっぱりねずっっと保ってるか上を目指すすみたいなな感じなんですよだからまあ今回ですねその言霊学で言われているようなですね日本に対してこれから資金がどんどん入ってきて、まあ、日本バブルみたいなようなことがですね僕は起こってくるんじゃないのかなっていう方向にですね今は、えー、考えを改めているという感じですね。でちょっとですねこの話の前にねあのいつもやってるん、ね、でコメントの方でね ちょっとやっていきたいかなというのはあるんですけどもえっとねすごくね不評だったんですよガーシーさんの件がね。なんでまあ不評だったということはまあ僕が今の時代の流れに乗れていないもしくはうーんみんなの気持ちを分かっていないというような感じなんでちょっとね申し訳ございませんでしたと。 一応ですねちょっとコメントを読んでいきたいんですねまあ一応なんかね相違点があるなっていうところを自分の中でピックアップしたんですけども、まあ、それをですねあのー、一応説明しようかなというふうに思いますえっ、ー、と「もう少しちゃんと経緯調べたらどう?」っていう「し」「しずれおさん」ですね「しずれおさん」ねありがとうございます えーまあ、できればねなんかあの知ってることがあったらねコメントとかで教えてもらいたいんですよねうん証明は何度か見たことありますよ想像でお話なのに言い過ぎかなと思いますガーシー自身の詐欺罪のために逃げたのが始まりですそもそもミッキーの会社に大物警察が天下りしてるじゃないですか春馬さんの会社もそうです ご自分が直接被害に遭わなければいいと思ってるのですかということですね。ゆみゆみさんかな。ありがとうございます。ちょっとね、一旦コメント読んでまとめてちょっとね、お話ししたいかなと。ガーシーさんの発言は特定秘密保護に触れる内容だったので干されたんです。暴言とか問題はそこじゃないんです。ということですね。 川野誠二川の誠二さんですね、えー、次森野雅子さんもう少し調べてから発言されることをおすすめしますとでそれに対して「いいね」が9件ついてるとまあなんでね皆さんね結構やっぱガーシーさんすごい応援してるの応援してるんだなという感じですねで、えー、柏葉さんっていうのかな柏さん柏葉うんえっ、ー、浩さん 工事さんこそちゃんと見ていないなのねちゃんと証明の動画を出していましたよ他にも裏取りをしていないものは公開していませんちゃんと見てください三木谷さんの件も結局写真が出ましたでしょ何をもって証拠がないと、えー、詐欺を犯し日本を逃げたのはただし確かで、えー、その方々に返済をするために YouTube をやりその収益を弁護士を介して 被害者の方々にちゃんと償いましたよガーシーさんは表でいい顔をして裏であくどいことをしているやつらが許せないというのが持論でした彼は芸能人ならきちんとファンの方に謝ると三木谷さんに関しては今回写真がばらされてそれも事実でしたし今回の動画は「浩二さんなんか変ですよ」かっこ笑い僕はガーシーさんを好きでも嫌いでもないと中立を装っていますが 大きな勘違いいだと思いま,すまあこれぐらいですかねそのどっちかというとご指摘のあるコメントっていうのはねあとはまあ皆さんなんかいつもありがとうございますみたいなね感じなんで。はいということでねまずねちょっとねまあその応援してる気持ちをですね踏みにじられたみたいな感じに思われた方はですね申し訳ございませんでしたと。 まあ、実際にですね僕も確かに調べてない部分がたくさんあるのでちょっとそこは反省いたしますただ一応ですね誤解誤解をされないようにちょっとまとめますまとめさせていただきますこれは別に反論とかじゃなくてまとめるんですけどもあのー、これねベクトルが違うなと思ったんですよしてるあの見てる視点のっていうのは僕はあのー、感情論とかそういったなんだろうな 目線とか世の中のこいつらが悪事を働いてるんだから許しちゃいけないだろうみたいなそういった感情の面から基盤に考えてるんじゃなくてあの規律律法倫理っていう視点なんですねそれでガーシンさんって裁判官じゃないじゃないですか。でもちろんそういうい 権限を持った。警察でもない。で、判断を下すような。要は資格というか、そういったものっていうのは持ってないんですね。だから。その場合はすごくわかるんですよ。気持ちはすごくわかるんですけども。ただ世の中ってどうしても絶対に最終的なジャッジというのは法律に基づいちゃうんですよ。これは何をやっても。だから僕も実は。 あの裁判沙汰の一歩手前に行ったことあるっていうね確か前回の動画でもお話ししたんですけどもそれ以外にも例えばねすすごく大物の有名人に騙されたことあるんですよそれね動画でも言ったことあるんですけどもちょっと名前は伏せますけれども B さんという大物の,あの有名人がいてですね僕はねあの二百金額にして200万円ぐらいね 騙されたんですよ騙されたと思ってるんですね僕が。でもこれは僕がじゃあその人を訴えますその人に被害に遭いましたっていうふうに例えば僕がなったんだとしたらそれは裁判所弁護士とか通じて内容証明出してこれっておかしいですよね法律的にこうだよでそのおかしいという指摘は向こうは絶対におかしくないよって言ってくるんで。 こっちが証明しななきゃいけないけんですよ。当事者としてこれこれこうだからこうでしたよねっていうその証明を出さなきゃいけないんですね口頭ではこういうふうに言ってたボイスメモにはこういうことが残っているみたいなねことをやんなきゃいけないんですこれをやるのは被害に遭ったよっていうこの被害の当事者なんですね被害者がいて初めて加害者になる,なるんですよ じゃあここに対して第三者の全く関係ない C さんが僕が訴えていない結局これをやんなかった訴えなかったのに対してこの C さんという人が勝手にこの出来事を見て「暴露するぞ」って言って裁判じゃないところの場所で公に分かるようにバーってこう広めちゃう,こいつらう「こいつは裏でこんなことしてたんだぞ」 被害に遭っった工事っていうのはこんななにきつい思いい思をしてみたいなねこれは確かに気持ちの感情の面ではああありがとうねっていうなんか言ってくれてありがとうねっていうのはあるんですけどもでもこれは僕本人が僕本人が個人としてその訴えたりその,その人に罪をちゃんと償ってほしいなっていうものをいわゆるその被害者としてちゃんと確定してないとただ単に第三者がそれをバって騒ぐっていうのは その党の本人からしてみたら営業の妨害になっちゃうし威力妨害ですねになっちゃうしあとはなんていうかなあのその内容発言の内容がもうどこまででも追い詰めてやるぞみたいな発言するじゃないですかガーシーさんって。だからそれが脅迫にもなっちゃうしそれは法律上ね定義としてそういうのは全部あの威力妨害にあたるし脅迫の内容に含まれるんですよっていうそういう。 法律のああれがが秩序があるんんでそこに基づいちゃうんですねだから僕はそういう感情とかあの、ね、事情とかじゃなくてだから実際にガーシーさんの出してる内容は事実のものもありますよっていうことも言いましたけどもだからそうじゃなくてやってることが正当か正当じゃないかっていう正当なやり方じゃないんですよ。でこの正当じゃないやり方でやっちゃうというのは。 じゃあ本当の正当なやり方でどうしようってなった時にガーシーシさんんの方が不利になっちゃうんですこれはもう感情論でもなくて不利どうしても不利になっちゃうんですだってガーシーさん裁判官でもないし被害者者者の当事ででもなないし第三者なんですねだからそのいわゆるうん暴露するっていうことが社会的にものすごい影響を持ってる人たちがたくさんね芸能人とかその三木谷社長とかね だからこの人たちのやってることの内容が悪いことだったらそれは本当に事実として可能性ありますよ。可能性あるというかまあおそらく事実なんでしょうけれどもこれはガーシーさんがやるべき問題じゃなくて被害者がいるんだったら被害者がちゃんと弁護士を通して内容証明を出して裁判で争って罪状をあのこれこれこういう罪に処すみたいなね感じの方向に持っていかない限り何も起こらないんですよ。 ただ単にただ単にその、まあ、楽天だったら楽天っていうものにものすごい影響が出ちゃってっていうことになっちゃうんですねだから皆さんって争いをしたいんだったらこれは正解なんですよでも平和になりたいんじゃないんですかっていうことなんですねだから平和になりたいんだったらそのやり方って全く正当なやり方じゃないんですよ そこがでですすねね僕のベースになってる部分です、ね、だからそれでうーんとそれお前考え方変だよってこれでもなるんだったらあ僕が変なんだっていうことでまたちょっとねあの勉強しようかなというふうに思うんでそのね正当な理由の方を教えてもらいたいんですよ。でも調べててくくださいじゃなくてその こうですよってそこの部分がこうですよってことを指摘してくれれば僕もあここが間違ってたのかというふうになれますのでぜひねガーシーさんの方が正しいんだっていう理論理論というか、うん、そういう正当な理由があるんだっていうことでありましたらぜひあの教えてくださいとただかそれが感情論であったり実際の今の秩序法律とか規定とかに従ってないものであったらそれは 多分ベクトルが違,違いすぎて多分あ,のあんまりお話をしてても噛み合ってこないと思うんですよだからそこをですねちょっとすり合わせすり寄せていきたいなというふうに思ってますんでまあんかあのだから僕はねどうしてもねその感情の方で,感情の方であのもし対応するんだとしたら皆さんの言ってることの内容ってすごくわかるんですよ。 だから僕も実際に、ね、ガーシーさんの方を応援しちゃうと思うし感情だったらね。ていうか僕自身もだって実際に、ね、政府はこんな政治はどうなんだみたいなことを言うぐらいですからその政府の別に味方をしてるわけでもないんですけどもただ本当に正当な方はどうなのかっていうふうに考えた時にどっちがいい悪いとかねこっちに絶対寄っていこうとか俺は政府が嫌いだからとかっていうことじゃなしにちゃんと 道徳的なその正当なやり方ってなんだろうなっていうことは絶対に考えていかないといけないんです。だってそれでもじゃ例えばえっ、ー、と楽天とかがですねじゃあそれでめちゃくちゃ影響が出て潰れましたみたいな感じになっちゃったとするじゃないですか。その影響って僕らが直接来ちゃうじゃないですか。楽天で買い物できなくなっちゃう。で楽天みたいなものがなくなっちゃったらじゃあ代わりに ね、そこに台頭してアマゾンが来ちゃうみたいなそしたらこれ外国の企業であって、ね、またこう日本が窮屈になるっていう自分たちの首を絞めるっていうようなことをやっちゃってることになるんですよ。それともう一つそういう例えば、うん、と何かを暴露するよっていうような形を取ってそのスタイルで議員さんとしてねいますけれども。 じゃあそのようなそのやり方の人が上に人々の上に立っていい社会って来るんですかっていうこれでいい社会が来るっていうふうに思ってるんだったらもう多分そこは多分僕と考え方はちょっとあの異なるんでこれ以上ねあんまり言うものでもないんですけども僕はそのやり方そのやり方でどこまででも追い詰めるぞっていうような人が議員さんになって。 ででそれでなんか世の中を変えるぞってなった時に信用してるうち仲がいいうちはいいけれどもちょっとでも何か「いやちょっとそれどうなんですか?」っていうふうになった時に逆になんか「お前とことん潰してやるよ」みたいなことになった時にねしたらもうとことん追い詰めるわけじゃないですか。で裏を暴露してみたいなね感じの人が世の中をうまい方向に。 すごく平和な状態ににいい社会にできるのかななっ,っていうことなんですで、僕はそれだは全然正当なやり方ではないというふうに思ってるので、まあ、その辺がですね、まあ、今回のね動画の撮った、まあ、純粋な僕の理由なんですねその動画を撮った。だから調べ物に対してちゃんと調べてくださいっていうのは確かに僕も調べてないのでそこに関しては謝りますと。 ただその内容に関して「あ,あなたが変だよ」っていう風に言われたらあほどっちが変なんだろうなっていう感じで僕も思ってるんで僕は「えどうなんだろうと」と僕が変だったらまあちょっとまた考え直しますけれども、まあ、詳しい方がいらっしゃいましたらね教えていただければと思います。ということでね、あのー、全然そういう喧嘩腰とかねそういったものではないので普通になんか議論,議論がねできればないいなという風に思っております。 ということで、えー、本日はですね日本がうんなんか経済大国の方向にねいよいよ進んでるかなとやっぱりムーンショット計画とかねああいった方向の技術がねどん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 か海外からバーッと資金とともに人材とともに技術とともにやってきてるなとまあ仮にもねこのチャット GPT って今世界を探してるぐらいで一番先端のね 先端、あのー、走ってる AI 技術なんですけども、まあ、それが日本に対してね来るって言ってるぐらいですから、まあ、結構ね日本が今後なんかやっぱり大きなね重要なポイントになってくるんじゃないのかなと、まあ、その分やっぱりまたいろんなプロパガンダであったり、ねあのー、G7 のね会合を今やってるわけなんですけどもこれからねやるんですけどもこの G7 を日本でやるってことには意味があるんですね。この日本を世界に注目させる大きななチャンスなんですよ ここを絶対に逃すわけはな,いと思うんです、ね、なので下手したらこの会合を皮切りに僕はですね消費税今ね14%だか15%だかなんか上げるみたいな話ありますけれどもこの会合の内容次第で僕はね決まってくるかなとその話,は話し合われる内容がいわゆる最近のウクライナとね、えー、ロシアの問題であったり中国の問題であったり。 そういった問題だったりあとは経済的な、えー、経済協力関係を結ぶっていうそういう意味でのね G7 なんでまあここはねこの会合の後から僕は日本がだいぶね方向一気に転換すると思います。ということで、えー、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ